い待て。これどうなっとるんや。ゆっくりタッチしたい。チルッと A アングルで止めんな。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができる謎のゲーム、スプロケット。今回は面白いオリジナル戦車を作っていこうと思います。そういえばスプロケットシリーズも50回目やな。そう、正直誰も見ないだろうと思って始めたゲームが、投稿数が50回目になりました。みんなありがとな。ということで作っていくのは、スプロケットシリーズで一番最初に作った、ヤジロベー戦車の2022年モデルです。開始直後撃破された戦車やな。今見返すと話のテンポが悪いなど、ちょっと恥ずかしい動画長ですが、現在どのような戦車を作れるようになったのか、技術面も比較してみてもらえたら嬉しいです。それでは前置きはこのくらいにして作っていきましょう。どのような戦車にするのか、イラストを描いてみました。こんな感じです。なんやこれは、ソ連の人もこんなの書かんやろ。ズンちゃん美術語だからね。嘘つけ。このままでは面白くないので、ビームに姿勢を変えれるよう設計します。こうすることで全ての砲塔が攻撃できる仕様です。ちょ、これどうやって作るん？そこはアイディアと設計力でカバーだね。はい、後ろではすでに設計に入っているのですが、車体は長さ16メートルです。16って。今回も絶対に抜かれない戦車として作るので、走行は70ミリ縛りです。辺を選択して、スプリットで車体を分割。両端を引き上げて、垂直走行は危険なので、傾斜させます。大雑把な形は完成したので、次に足回りを触っていきましょう。フリーフォームでもこのくらいは簡単に作れるな。続いてリアカーのような大きな天輪を作るのですが、これは右側のロードホイールの項目から直径を最大にします。ちなみにこれどのくらいの大きさあるん？直径2メートルだね。待て、人の背丈よりも大きいやん。左右にダブルのものが2つしかないので整備は容易です。重さ数百キロレベルやん。設計としては、履帯の前後幅や間隔の項目を調整していい感じにします。味方は姿勢制御がうまくできないので、前に倒れるように作ることが求められますね。少し前に傾く程度か。足回りのデザインはこのようにしました。では、今回最も複雑な箇所となる姿勢制御装置を作っていきます。姿勢制御装置、初めて作るやつや。作るのは車体の中央。ここにシーソーのように動く装置を搭載します。このように分割して、収めるスペースを作ります。問題は、シーソーのように動く装置をどう作るのか。どうするん？これは前作ったガレージ戦車の方法を応用します。あの動く屋根か。つまり、砲塔を左右どちらか90度向きを変えて乗せます。注意してほしいのは、砲塔を動かすには、砲手用の覗き窓と砲身、砲手の3つが必要です。このように90度回転。どのように動くのか見てみましょう。おお、上下に動いとる。この動きを応用します。さっきの砲塔を小さくして、おまたに搭載。動きを見てみましょう。おお、姿勢が変わった。制御はカメラ視点になるので、感覚が難しいですね。ただこのままでは異常な動きになってしまいます。ちょ、これはこれで面白いのですが、砲塔の動作範囲に制約を入れて制御します。砲塔の設定から、コンストレイントで稼働範囲を調整ですね。黄色い枠が動く範囲やったな。設定するとこうなります。まだ動きが強いですが、回転速度などを調整していい感じにしましょう。ちょっと質問ええか？これさっきの姿勢制御装置を大きくして、車体みたいにして直接動かせばええんちゃうん？要は動く砲塔を車体にするという案だね。実は最初その案で作ろうとしたんだよ。あ、そうなん。結果を見てみましょう。おい待て。これどうなっとるんや。へっ。いきりタッチしたい。チルッと A アングルで止めんな。ズンちゃん美術語ですから。これね、車体を自由に傾けるのが無理だったね。無理なんか。でもこれはこれでなかなかいい動きしとるで。何かに使えそうですね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい。では砲塔をささっと乗せていきましょう。今回は無人砲塔という設定で単純な形にします。これは従来モードやな。作り終わったら四方を搭載。先っちょをニュッと伸ばして。とりあえずこんな感じにして形状を保存。ポイッと追加。
形状を読み出して完成。5つ乗せようとしたもののスペースが足らない系。まあ4つでもええやん。これ初めての砲塔4つやな。はい、いい感じに間隔を空けて搭載しました。おう、これは強そうやな。これうちらどこに乗るん？イラストに書いてあるでしょ。どこにもないで。ちょっと、これ買い物だね。ずんこやん。そうそう、こういった戦車を作ってほしいというアイディアがあれば、紙やスマホなどで描いたものを撮影して、私のツイッターに返信してくださいね。簡単なものでええで。私たちのファンアートも募集していますよ。はい、軽く宣伝したところで、方針と砲塔をちょっと小さくしてスペースを確保。ここのところに茜ちゃん用のモジュール。見えやすいようにちょっと上に上げます。また危ない位置や。その後ろに可愛いズンちゃんが入るモジュール。ちょ、ほとんどくっついとらんで。まあなんとかなります。問題なのはゆかりちゃん用なんだよね。どうするんこれ。私みたいな設計のプロが問題解決可能です。この細い枝みたいなのなんや。ここにゆかりちゃん用のモジュールを設置。引っかかりがないのでしゃあないのでこれで固定しておきましょう。これはひどい。はい、私たちは今回ここに乗って戦います。完璧ですね。100% 折れるやろ。よいしょ。おい、うま。ちょうどいい引っかかりがあったので謎の大容量タンクを搭載。ポイント。やっぱり来たで。いやー、ポイント。だからいやーってなんや。いまいち見た目に迫力がなかったので、今回も謎の配管を搭載。下地を作って立体配管していきます。このままでは流れていかないので、ここに液リタービンポンプを搭載。先っちょはタンクにぶち込んでおきましょう。問題はこの先をどうするのか。全部消しとけ。あかねちゃんのアドバイスもあったので車内に入れます。しとらんしとらん。長くしたものをぶち込みます。ちょ。よいしょ。バランスよくもう一個つけておきましょう。これどこにつけとるんや。どこって履帯の間に決まってるじゃん。視聴者さんからここにつけてほしいってコメントあって、さすがにこの発想はなかった。似た者同士なんか惹かれるものがあるんやろな。今回はあっさりこんな感じにしておきましょう。放出は車体の前ですね。一つだけでは寂しいので三つつけておきましょう。こんな感じになりました。上手にできてズンちゃん大満足。それはよかったな。車体構造は完成したので細かい装飾を乗せていきましょう。ドライバー用の覗き窓は先っちょに搭載。これはどこに乗せてもええんやな。隠れていても埋まっていてもいいね。砲手用の覗き窓は砲塔に乗せます。車体側は無人設定なのでアンテナを設置。ブレーキランプも乗せて。車体上部から内部に入れるようにしましょう。あと最近やっているエッジの処理ですね。これで走行の厚みというか、角をわかりやすく表現します。角の厚み的な設定もできるようになるとええな。ちょっと見えにくいですが、姿勢制御装置もかっこよく尖らせておきましょう。砲塔も含め車体が地面と接触すると急ブレーキがかかるので、お体を搭載して滑りを良くします。確かほとんど抵抗がないようなパーツやったな。あとはいい感じにリベットをつければ完成です。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量は62トン。結構な重さになったな。理由は車体。全長が18メートルあり、マウスと比較してもこんなサイズ感になっていることかな。想像以上にデカすぎや。男の子は大きいの好きだからね。主砲は 26.3 口径 76mm 単装砲。これを4本搭載しています。火力は期待できそうや。装甲はこんな感じですね。砲塔正面が 84mm 相当。車体下部は80度を超える傾斜で 600mm を超える実圧走行圧があります。車体側面の傾斜は想定よりも緩く余裕でぶち抜かれます。常に正面向けて戦わんとダメって感じやな。そして最大の特徴となる姿勢制御装置を搭載したことで戦闘中自由に車体を傾けることができます。つまり天板の傾斜を強くして見かけ上の走行圧を高めつつ正面には4本発射できるという画期的な案になりますね。これが戦闘中に制御できるかが問題やで。ではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手、あかねちゃんはドライバー、ゆかりちゃんは状況報告ね。了解。それでは総員戦闘配置。ゆるふわ軍事チャンネル。よいしょ。今回は味方戦車2両と戦っていきます。作った戦車の重量で増減するんやったな。よし、あかねちゃん発進。みんな行くで。おお、ちゃんとバランス取
れとる。完璧な設計ですね。これすごいやん。搭載しているのは24リッター12気筒エンジン。編集時点で気づいたのですが、設定がちょっと誤っていますね。コップの項目は最大回転数からマイナス200程度、毎分3400回転がいい感じです。まあでも普通に動いとれて。ちょっといいか？どうしたのかな？私が入ったモジュール今にも脱落しそうなんだが。くそ、何笑ってんねん。引っかかりがないんだよね。引っかかりが。ちなみに私のモジュールも少し傾いているのは内緒です。どんだけ感染者や。ゆかりちゃんの冷や汗がヤバいレベルなので早く終わらせます。敵さんが出てくるまでカット。はい、すでに姿勢制御がうまくできていません。何してんねん。視点変えると変に動いちゃうことがあるんだよね。十字の方向に敵戦車。砲塔旋回開始。照準製造発射。射撃ミス。待て、これなんかエンジンというか操縦がちょっとおかしいで。十字の方向敵戦車発砲。こっちも発射。敵戦車の右側面に命中撃破。余裕ですね。この戦車なんか全然旋回できんわ。なんか足回りにバグというか不具合があるのか。ほとんど旋回できない直線版超戦車です。かっこいい。それ致命的すぎるやろ。11時の方向敵戦車発砲。砲塔に命中炎上。さらに新手の敵戦車ニルを着とるで。ダブルで仕留めます。ポイント撃破。ポイント撃破。多分防順に当たってちょうだい。あれ、ごまかすな。ちなみに今回使用しているのは全長80センチあるという鬼畜砲弾ですね。しれっとめちゃ強い砲弾使うな。当たれば敵損大炎上です。射撃ミス。笑った。だから何笑てんねん。9時の方向敵戦車側面狙われるで。あーん、ポイント。ちょうだいや。あーん、ポイント。また未知の事象が発生している。いつもの冗談祭りやな。側面によいしょ。敵戦車炎上。砲弾は問題ない。一時の方向敵戦車距離300。余裕の撃破ですね。砲弾大丈夫だよね。敵戦車炎上。炎上、第1波すべて撃破。はい、第2波を戦っていくのですが、またボコボコにされました。車体側面と砲塔正面がめちゃ弱いな。これね、車体傾けると砲塔正面の傾斜走行が垂直に近づくんだよね。傾斜入れた意味がほぼありません。あと致命的なのは足回り。こんな感じでほとんど旋回することができません。これ原因は不明だね。装飾が原因で全く曲がれなかったのを全部付け直してここまでしました。あと姿勢制御装置がまともに制御できません。全部ポンコツやん。では敵さん狙っていきましょう。11時の方向に敵戦車。車体はパンター。最近よう見るな。ポイント撃破。ちょ、何が起こった？敵戦車の砲弾が貫通したようです。やばすごい燃えてる。これ大惨事やん。ぶっちゃけどこから狙われたのかわからん。近くにおらん感じやな。とりあえず姿勢変更。あかねちゃん前進。行くで。丘の向こうに敵戦車。そこのくぼ地で迎え撃つよ。了解。おう、撃っとるで。敵戦車死人。これ結構近いところにいた感じだね。砲塔を貫通撃破。さすがチートレベルに強い砲弾や。二時の方向に敵戦車。味方が敵戦車撃破。なんか今味方の砲弾を冗談しとったで。今回味方戦車ほとんど活躍していないように見えるけど、実は逆でかなり撃破してくれます。とりあえずここで迎え撃つで。敵戦車接近。ヒッパッチョ。射撃ミス。これはまずい。打ち下ろしはやばい。命中せず。こちらも射撃ミス。これね、やっぱり照準がちょっとずれてる。味方戦車自爆。ダメやん。これ自分で前に砲塔を撃ち抜いたパターンやろな。敵戦車撃破。ド素人が扱うと自爆しますね。明らかに構造的欠陥です。え、ゆかりちゃんのこと？ずんこしかおらんやろ。敵戦車撃破。残り1両。一時の方向敵戦車また撃ち下ろしされるで。あら、そんな弱いところ好きなのかな。Z
先端飛貫通。というか半分くらい地面に当たっとるやり。今のは惜しかったね。防銃を貫通、撃破。敵戦車全滅、勝利しました。ズンちゃんチーム、今回も大勝利でしたね。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、戻ってきました。大きな天輪2つで姿勢を保つ矢印戦車、どうだったかな？見た目はおもろいけどな。実戦で使うとなると、ほとんど旋回できひんとかかなり致命的や。前に作った風車装甲をつけた戦車も、ほとんど向きを変えることができなかったんだけど、多分何かのバグなのか、引っかかってるような感じがするんだよね。あと、砲塔の動きを利用した姿勢制御装置など、新しい動きを試したのですが、他の砲塔と動きが連動してしまうので、ちょっと制御面で問題があったね。でも、あの上下の動きというか回転の動きは他にも使えそうやな。この動きを使った戦車は今後何か作っていこうと思います。ゆかりちゃんは、今回も危ない状況で、冷静かつ適切な報告をすることができた。はい、最後までご視聴、ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、常に見られている方も、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。